はい、X レース SL ラブですね。こちらも、まあ、レーシング用の板ですので、かなりこう印象的には強い板になっていると思います。まあ、レベル的にもまあ、上級者向けの板だと思いますし、どちらかというとレーシングをやられる方に入っていただきたい板なんですけども、こちらも GS の板と同様ですね、サンドイッチ構造になっているので、しなやかにこうしなってくれるっていう板になってます。そこから、まあ、ポールを過ぎたところですね、 GS と同じように板の反動というか反発がかなりこう強い板なので、もしかすると最初その反動が強すぎてミスをしたりとか、そういう方もいらっしゃると思いますけども、そこにこ う, うまく技術を合わせていけるとタイムはかなりこう上げることができる板になっていると思います。あとは、もちろんレーシング中心、まあ、タイムを出すっていうふうな目的で作られている板なので、速さが あるんですけども、僕も技術戦で実際に使っている板なので、オンピステで軽快に速いショートターンを目指される方にも使ってもらいたい板だと思います。